全世界のワンピースファンの皆さん、こんにちは。田中康平です。北谷博史です。いやすごいね。でもね、はいはい、今度オーケストラコンサートをですね、そうですね、開催できる。なんと素晴らしい。びっくりしますよね。びっくりですね。やっぱり世界中のワンピースの人気っていうのは、はい、もう本当にすごいことだということがよくわかりますね、はいはい、本当に。で、まあ、皆さんとお会いするんですけども、うん、今度初めてですね、ワンピースだけの音楽をオーケストラで演奏するというコンサートなんですよ、はい。でまあ、北谷くんも歌っていただくんですけど、はい、まず前半はあのオーケストラで、はい、私の書いた BGM とね、はい、映画の 10年を振り返るものと、うんうん、そしてテレビのものとをちゃんとこう、はい、いいシーンをこうよりすぐったところで、はいはい、いい BGM をですね、あのまず演奏します、はい。そしてその後に北谷くんが登場していただいて、はい、なんと何歌うんだっけ、もちろん We Are と、うん、そして We Go と。 We Go というのはですね、はいはい、あのまだあの世界中にはまだ発信されていないと思うんですが、はい、新しいワンピースの主題歌です、はい。この2曲がつながってるんですよね。そうですね、はい、これはもう We Are に対するアンサーソングとして書かれたもうワンピースのためのアニメソングです、うん。いやー、はい、もう本当に皆さん期待してください。私はもう本当にあの皆さんとお会いすることが本当に今楽しみなんです。北谷君どうですか。はい、僕はですね、やっぱりあの、うん、オーケストラバックに歌うっていうことにすごくやっぱワクワクしてるし、うん、るやっぱこのチャレンジでもあるし、うんうん、そして世界のみんなとまたいろんな人と会えるっていうのが嬉しいなと思ってますね。 やっぱりワンピースって偉大ですね、はい、僕らも本当にありがたいと思っています、はい。またお会いしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パリのみんな待っててね。